かニコニコしてますね。つやさん、まあ面白い車だね。うん、エンジンの付きいいね。これでコンプリートだといくらぐらいかかってるんですか。大体これでプラスくらいですか。土屋圭一の辛口愛車チェックのコーナーでーす。おーおーね、はい、今回は今回はですね、うん、こちらの GR86 でございますよ。ほうほうほう、はい、これブリッツさんの、ブリッツさんのですね、はい、あのこの車作っていただいたのはスターパーツメーカーブリッツの塩谷さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これ塩谷さんどういうふうなポイントでしょうか。はい、うん、これまずエアロですね。外装から来たエアロパーツと、はい、あと車高調で車高は下がってます。下がってます、はい、どれぐらい下げてるんですか。これで大体30ミリ前後ですね。はい、パワーアップ、給排気ですとか、うん、そういったものもチューニングされてます。え、何馬力ぐらい出てるの。20くらいですね。20馬力くらい大体アップしています。20馬力アップするとどれぐらい変わっていくんですか。これは、まあ、コンマ2秒ぐらい。あ、そういうの具体的になんですね。出ますよ、20馬力だと。塩谷さん、今回のカスタムのテーマをちょっと教えてください。はい、はい、テーマですがこちらです。はい、安心安全に走れるチューニングカー。大事なことですね。はい、いや一番大事なことですよ。うん、はい、やっぱり公道を走ることをあの前提として、うん、あのチューニングしているので、うん、安心安全というのはすごく大事なテーマだなというところで、うん、具体的には何ですか、安心安全って。むやみにパワーアップをしていたりとか、うん、していないっていうところと、あと手が届く範囲でのチューニングというところで、突飛なパワーアップとかしていないというところと、あとブレーキをちゃんと入れているところですかね。はい、これでコンプリートだといくらぐらいかかってるんですか。大体これでプラス150から200くらいですかね。ブレーキも入れて。ブレーキも入れて、はい、あ、エアロー、足、給排気、はい、ね、あとキャリパーとか。はい、そうです。そうだね。はい、見えるところで一番ここ見てポイントってどこかありますか。うん、ここ見てポイント、そうですね、やっぱ外装でいうと、はい、あのエアロパーツ、特にフロントバンパーとかは、うん、最近あの結構外凸機銃とかで、あのエアロまるっと作るって大変なんですけど、うん、そこちょっと気合い入れてがっつりとここからもう作らせていただいて、ここが結構ポイントかなと。なんか自然体ですよね。 ありがとうございます。綺麗綺麗、そうですね、ラインは結構こだわりました。はい、じゃあこれはちょっとその、はい、辛口チェックです。はい、お願いします。よろしくお願いします。じゃあよろしくお願いします。さあ、ブリッツの GR86 ね、まあライトチューンですよね。ライトチューンのブリッツ号、まあストリートメインということでね。パワー的には20馬力アップ、まあキャリパーブレーキやってると楽だよね。怖いところないよね。ああ、給排気やってるからやっぱエンジンの付きはいいね。うん、エンジンの付きいいね。やっぱ給排気やってると楽だな。もうブレーキ楽だこれは。っぽいかな。
か。ちょっとこうストロークが足りないぐらいかな。ブレーキは楽だね。やっぱキャリパー変えてるとブレーキの安心感はある。足がちょっと突っ張ってるような感じは受けるよね。ちょいアンダーっぽいかな。ちょいアンダーっぽい。まあでもこのくらいの方が普通の人にはいいのかもしれない。顔はなんかニコニコしてますね。すいません。まあ面白い車だね。 ありがとうございます。どうですか。はい、ぴょこぴょこ跳ねる。ぴょこぴょこ跳ねる。それはいい意味で。まあ、普通の人にはこのぐらいの方がいいのかな。どっちかっていうと、はい、ちょいこう出口でクリッピングポイントから出口に対してちょいアンダーっぽいかなっていうのはあるんだけど、うん、オーバーよりはいいかな。ただ後ろのストロークがなさすぎて、シフトアップの時にこうケツがピュッピュッピュッとこうピク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 動くのが気になるかな。気になりますか。あ、これを、うん、はい、はい、これはではですね、土屋さんに10点満点で判定をしていただきたいんですけれども、はい、ブリッツの GR86 何点でしょうか。 7.5。 7.5。 ありがとうございます。ちょっと待ってください。 7.5 っていうのがよくわからないですけど、まあだからこういう仕事をしてるんで、うん、やっぱチューニングカー毎週乗るんですよ。はい、トヨタ86から GR86 からカローラから、うん、はい、だからいろんな車に乗ってきた中で、うん、あ、この足はこういう感じだなっていう、うん、だから今言ったようなもっとこうしっとりした足もあれば、うん、こうやってこうぴょこ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 する足もあるし、なるほど。そういう意味ではちょっとこうリアが不安かなっていうのがあって 7.5 です。安心安全に走れる。ああ、ハテナマークが7.5の家ですかね。もうちょいリアのストロークを考えた方がいいかなっていう。正直、はい、精進します、ね、しっかり、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。以上、辛口愛車チェックのコーナーでした。お知らせがあります。お知らせですか。はい、はい、この度アヘッドモーターサービスでは一緒に働く一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか。はい、まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対して、まあ、チューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか。働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは、ひろきさん、どんなところが一番魅力的ですか。個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当に一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に言ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてでトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そしてブレスと。ブレス、あ、ブレスさんですね。はい、板金、はいはい、塗装、そして e スポーツスタジオでも、はいはい、おなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。募集しています。ぜひトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めて全てやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売、開店ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。